後ろに敵がいるぞ。気をつけてよ。しないでくれ。これならどうだ。大丈夫か。悪いな。こんなんじゃまだお前の努力の成果が出てねえぞ。あ、本当だよね。頼んだプログラディオ。やっ、ナイスプラン。危なかったな。しんど。無事で何よりだ。注意してけ。ほら、ノクト、右。わかった。ねえ。もしかしてゲンティアナさんって年取らない？ああ、はあ、すっげえ。あいつが最初だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。
俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。鉱石見っけ。王の使命って何なんだろうね。六神とも関わる何かか。神話では王は六神と共に闇を払ったこと。あるが、闇って何だろうな。シドニーって優しいよね。どうしたよ。一日、二日、付き合ってくれたでしょ。探すの仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車もこだわってしょ。なんか悪かったな。台車は仕方ない代わりなんてないもんね。分かってくれてるぞ。次の連絡って電話かな。どうだ。相手に店に寄るぞ。持ちそうもねえ。ブロンソン、まだ休んでもらっては困る。ですよね。大丈夫か。ちょっとまずい。結構ヤバいか。プロップグラディオ、よく頼む。
ダメだ、出ない。連絡が取れないということか。取れるようにしとけって言ってあんだろうな。ちょっと心配だね。こいつは座って電気を溜め込む性質がある。その時は絶対に近づくな。近づいたらどうなの？即死だ。で、ノクト、攻撃したら即死だって。さてどうする？行くぞ。形勢不利だ。やるしかないんだろ。だな。さっき飛んできたやつだろ。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。気持ち悪い。ほんと疲れた。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。
標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。やれ。先を急ごう。おう。おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。おい、隠れてろ。魔導アーマーだ。できれば相手したくねえな。まずはレガリアだ。闇に紛れて進め。ああ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。あれが基地の動力源。
魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。手早く済ませよう。危ねえだろ。あれ、ごめん。あれ、全員無事だな。先行こうぜ。こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、